あれ？ウィリアムはウィルで使っているのに、ディディは be going to の方で言っていると。この違いは何だろうという。Hello everyone, this channel is presented by Language. My name is Yuki from Ginza Rectoral School. The lessons at Language are designed to practice conversational English.This video will be perfect for anyone who wants to learn about English grammar. Let's get started. 皆さんこんにちは。本日は Direct English Level 3 Unit 27 Review Part B のスライドテキストの解説をします。このスライドはストーリーにはレッスン2の Nothing Fancy、 そしてエクササイズにはレッスン3の Goodbye and Good Luck から抜粋して作っていました。本日は皆さんのフィードバックを、含めつつつまずきやすかったポイントを解説していきたいと思います。全体的にストーリー本当によくできていらしたと思います。読み方もうんと良くなっていまして、そうですね、 So she can set it up on the table とかもね、重点的に練習した回がありまして、今回レビューで読んでいただいた時は本当にスムーズに多くの方が読めていたと思います。ネイティブっぽく読めていました。 So she can set it up っていう風にバラバラに言うとですね、ちょっとこなれてないような気がしてしまうので、 set it up set it up set it up、自分が言えてるのかどうかわからない方はぜひ iPhone とかご自身のスマートフォンのレコーディング機能を使ってですね、気軽に今声を取ることができるようになっていると思いますから、ぜひ取ってみてください。So she can set it up on the table, set it up on the table, set it up on the table, set it up on the table. すごく早く言ってみてですね、レコーディングしてみて聞こえるかどうかやってみてください。意外にね、set it up っていう風に言ってた方が自然に聞こえてきたりしますし、ネイティブもそっちの方が聞きやすいっていう場合もあると思いますので、自分の声をぜひ気軽に撮ってみれる時代ですのでやってみてください。それから Do you have it in gold? これもですね、 Do you have it in gold? とかバラバラに言わないように、 Have it gone? Have it in... 言えなくなった。 Have it in gold? Have it みたいな、 Have it in gold? Have it in gold? Have it in gold? こんな風に、自分のお家の中でですね、人がいない時は恥ずかしくないですから言ってみて練習してみてください。そしてレコーディングをしてみて自分の声をいつでも聞いてみる、そんな風な練習を繰り返すと発音が良くなります。続いてエクササイズに参りましょう。ストーリーの方は本当によくできてましたからね。エクササイズはやはりあれですよ、誰が誰に電話したかのあれです。やはり誰に誰が電話したかっていうのわからなくなってですね、何を言ったらいいかわからなくなって混乱する方が多発していますけれども、とりあえずこの、ポイントはですね、say と tell の違いですので、 say の後ろは to 人、 to を入れて人を置かなければいけないんですが、しばしばそこは省略されると。それから that に関しても接続詞ですが、しばしば省略されるということを以前のビデオでお話ししていますので、まだビデオをそちらご覧にいただいてない方は、見てみてください。そう言いつつもね、見ない人多いので、もう一度言っておきますけれども、 say to 人 thatTell 人 that、 そしてこの to 人の部分は省略可能だから括弧に入れる。 that 以下も that 省略できるので、 that を消して主語動詞という順番になります。 tell の方は人はこちら絶対に置かなきゃいけないので省略不可能です。括弧に入れることはできないんですが、やはり that の後ろ that の、接続詞は括弧に入れて省略することができ、その後ろは主語動詞が続くようになっています。このルールをしっかりと守った上で、ディディもシャロンにこの話聞いてよというふうに話していましたね。 He says that Debbie just called him. He tells me that they are planning a surprise party. He says that they'll miss him. But he tells me, ここに that が省略されていて、 they may hire him again. He thinks that they should hire him again.どうでしょうか、この say と tell の違いをしっかりと、理解していただけたかと思います。この復習はまた、
ユニット19、教科書が戻った時に出てくるはずですので、しっかりとご覧ください。一つだけ今日は皆さんとお話ししたいことがあります。実は別のレベルの方のビデオでお話ししたことなんですけれども、レベル2の、ユニット18のビデオの中で未来形についてお話しして、未来の種類が 1,2,3 個、3つあるというお話を実はしていました。1つ目は will、 それから2つ目は be going to、 そして3つ目が be 何々 ing。 一見現在進行形のように見えますけれども、実は本当に近い将来にしようとしていること、まさにしようとしていること、そしてそのしようとしていることが 100% の確率で起こる、するつもりだというふうに言いたい場合のこの3つでした。しばしば中学校の先生や高校の先生は1個目と2個目、Will と be going to はイコールのもの、全く同じで置き換えることができるというふうに伝えている先生も未だに多いのかな、それか皆さんが子どもの頃そういうふうに習って今は変わっているのかも分かりませんけれども、1番と2番はしばしば、interchangeable、入れ替えが可能だというふうに言われて教えられます。ただ実は1番と2番の違いが大きくあります。その話をレベル2のビデオでもお話ししてますので、一つ下のビデオでレベルの方のビデオになりますが、いい勉強になりますので、ぜひこちらも見てみてください。またこのビデオを見ない方のためにざっとお話ししたいと思いますが、1個目の will、 こちらは、単純に言いますと今決めて今やろうと思って突然決めたことの未来を話すときに will を使う。なので例えば私が、これからリンゲージが終わったのでちょっと飲みにでも行こうかなっていうふうに思った場合、皆さんに今聞いたとします。今からさ、私飲みに行くんだけど Do you wanna come? 一緒に来たい？皆さんは今私にその予定を聞かされて今決めなきゃいけない、そんな状況に、迫られています。で、もし皆さんが予定が合うようで来れるようだったら、皆さんは Yes, I will comeっていう風に will を使うんですね。なぜかというと、will というのは今決めたこと、そして何々するつもりだという未来の意思を、説明する、使うことができるので、この場合は will を使うということです。じゃあ2個目の be going to、 この be というのは is am are のことですけれども、例えば be going to、 これはですね、どういう風に使うかと言いますと、まあ、今決めたことというよりかは頭の中で決めていたこと、そして決めていてそれを確実にやるというような確実性が高いもの、それを be going to で使います。例えば私は今これから飲みに行く、皆さんに Do you wanna come with me? というふうに聞く、皆さんは Yes, I will come、 一緒に行くよというふうに言ったとしますね。ただ皆さんはちょっと旦那さんとかに連絡してちょっとユキと飲みに行くよというふうに伝えておかないと旦那さんがちょっと心配してしまうかもしれない、もしくは彼氏さんが心配してしまうかもしれないということで、皆さんは旦那さんに、もしくは彼氏さんにユキと飲みに行くつもりだから、先に寝ててねとか、そういうふうに連絡をするとします。そういった場合はどういうふうに言うかというと、1番ではなくて2番を使います。というのは今私たちの中で決めたことがもう行くつもりだというふうに分かっていることなので、旦那さんや彼氏さんには行くつもりでそれは確実だということを伝えられるからです。ということで皆さんは Hey, I'm going to go for a drink with Yuki なんていうふうに、ちょっと今難しかったですね、 I'm going to go forA drink with you。 これちょっとゴーゴーがいっぱいたくさんあったのであれって思った方はいるかと思うんですけれども、とりあえずこれは置いといて be going to を使うということです。レベル2の、生徒さんのビデオでも言いましたが、この going は行くという意味がないので、私今 go をたくさん言っていた印象を受けたかと思いますが、 be going to のこの go は行くという意味がないので、飲みに行くという行くの go を使いたければもう一個言ってあげないといけないですね。だから I'm going to go for a drink with Yuki、 だから Don't wait up、
for me、待たないでね、先に寝ててね、なんていうふうに言うことができるでしょう。どうですか、1番と2番のニュアンス分かりましたでしょうか。ということで、この前置きがあった後、ちょっとここを見ていただきたいんですね。ウィリアムはこんな風に言っています。 We'll all miss him。 それからディディはこんな風に言いました。 I'm going to miss him too。 あれ、ウィリアムは will で使っているのに、ディディは be going to の方で言っていると。この違いは何だろうというふうに思っている生徒さんが多かったようですね。そしてそのビデオを私が以前出した時にもコメント欄の方で、少しディスカッションを繰り広げている生徒さんがいたみたいですので、これは答えてあげなきゃなというふうに思いまして、このビデオを作っています。まずこのウィリアムの will というのは、will というのは基本的に先ほど言いましたように今決めたこととか今分かったことについての反応ですよね。で、ディディに関しては be going で言ってるので、寂しくなるのが分かっている、その予定だというのが 100% だというふうに言いたいんだろうかというふうに思うかと思うんですが、基本的にはそのルールに沿っていると言っていいかと思います。ウィリアムはなぜ will で言ったのかというと、私の意見ですけれども、多分ですがウィリアムは実はデビーから先ほど聞かされたような感じですかね。デビーが、ウィリアムに電話をしてきて、ウィリアムは先ほどデビーから、ディーンがこれから辞めてしまうから、サプライズパーティーを企画していると、そういったことを今さっき聞かされて、まだ心の準備ができていなくって、そして今この瞬間に、ああそうか、今聞いたけど寂しくなるなというふうにまだ消化しきれてないような印象を受けますね。だからデビーから聞かされて、あ、瞬間的に寂しくなるなっていうふうに思っているからウィルを使っているんじゃないかというふうに私は思います。ただディディに関してはですね、ウィリアムからそのような話を今聞きました。そしてウィリアムが先にその話を聞いていますので、ディディ的にはウィリアムももう先に聞いているし、今ウィリアムから聞かされてなんとなく消化できて、今パッと決めたことではなくて消化して理解した後に、うん、絶対寂しくなるなっていうふうに思えているニュアンスがあるから、確実性として高いので寂しくなる、絶対そうなるっていう風な意味合いですかね。なので I'm going to miss him になっているということです、基本的に。はい、私の意見ですけれども、皆さんはどう思いますかね。そういった基本的には will と、be going to のルールを守りながら、本当に若干のニュアンスの違いなんですけれども、こういった形で考えていただくとよろしいでしょう。はい、私の方からは以上になります。今月もお疲れ様でした。来月からは、レベル3の方ですね、上がる方もレベル4に上がる方もいらっしゃると思うんですけれども、レベル3の方はユニットが戻って19のレッスン1になりますので、勉強するところをお間違いなくお願いいたします。またレベル3のレッスンはすでにビデオを、何度も言いますけれども作ってありますので、プレイリスト、皆さんが日本語の設定になっているんだったら再生リストというふうに書いてあるところですね、ホーム画面の、右の右ぐらいにあるリストのところを開いていただくと、レベル3のレッスンがすべてまとまったページがありますので、上から見ていただくと教科書の手前から下に下がるにつれて教科書の後半になっていきます。探しやすくなっているかと思いますので、ぜひ使いこなしていただきたいと思います。またね、律儀にレッスンの後に先生のレッスンのビデオを見た方がいいかと思って、レッスン前には見て おかないようにしましたっておっしゃる方いるんですけど、全然見てくださいね、全然いいんですよ、カンニングとかじゃないので、まあ、役に立つようだったら見てください。はい、またレベル4にこれから上がる方すごい多いかなと思います。4月ってキリがいいのでね。でレベル4の予習の方法などのビデオも以前にたくさん作っていますので、こちらに一通りリンクをバンバンバンと貼っておきますから、ぜひご活用ください。
それではこれからも英語の方頑張っていきましょう。練習をね止めちゃうと英語は下がっていってしまうし伸びていかないので、一日少しでも頑張ってみてください。それでは。